どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今日はですね、コメント欄でリクエストがありました。事故処理車でパトロールしてほしいっていうのをやってみたいと思います。なんか僕もいまいちよくわからなかったので、ウィキペディアで調べてみたところですね、交通事故が発生した場合に現場にいち早く駆けつけて、現場の状況把握とか交通規制とか事故処理等を迅速に行うことで第二の事故発生を防ぐ活動を主とするってウィキペディアにね書かれていました。今回はですね、こちらのアメリカ仕様の事故処理車でやっていきたいと思います。まだねちょっと日本のね、あの日産キャラバンとかね、そういうパトカーはね、あのモッドでなかったので、今回アメリカ仕様でやっていきますね。フリーウェイのトラフィックセーフティーって書いてますね。なんかアメリカ仕様のね事故処理車もこれ1台しかなくて、なんかあんま人気がないのかなこのシリーズやってる人も少なそうな感じですね。で、まあ今回はあのそのウィキペディアに書かれてたようにね、なんかあの事故現場に行ってね、交通整理とかやってみたいと思います。じゃあちょっとサイレン鳴らしましょうか。サイレンもね鳴らすことができます。で、この矢印ついてるところがね、 LED15 個ついてるみたいですね、この矢印で。で、他にも左右とかね、こんな側面とかにね、いろいろ黄色のね、LED がついてますね。すべて今回は黄色の LED ですね。じゃあもうここでなんかもう、あれですね、事故が発生してるみたいなので、まあ、矢印は左の方向にやっといて、皆さん、あれですね、もうここは、ここから先はね、もう無理なんで、Uターンしてもらいましょうかね。で、シェリフの人があそこで交通整理してるんで、この人たちはもうちょっと前の方にやっときましょうかね。こうしとこう。君たちも手伝ってくれ。君たちも手伝ってくれ。ここら辺で。交通整理。オッケー。いいですね。おー、かっこいい。めっちゃ落ち込んでる。大丈夫、大丈夫。後で変わるから、ちゃんと。すげえ辛そうだね。うわ、なんだこれ。待ちやがれ。待つんだ。うわ、突破してる、突破してる。突破してるぞ。あいつ突破しとる。なんつうやつだ。すげえ恐ろしいやつがいた。とっさに銃一発撃ってしまったけどね。大丈夫？待ちなさい、この野郎。降りてこい。何やってんだこいつ。降りてこい、裸のやつ。めっちゃ血ついてる。地面に伏せなさい。危なすぎる、君の運転は。すごい顔面打ちすぎて血まみれになってるんですけどこれ相当痛かったでしょうね。逮捕します。なんかやってる。君は何やってんだ。スマホで写真撮影してるのかなと思ったら中指立ててますね。何やってんだ君。まあ君もなんかおかしいやつだから後で話を聞こう。何語か分かんないけどすげえなんか叫んでますね。さて、あとは武器持ってないか確かめとこうかな。で、今回の事故すごいね。交通事故っていうよりなんかあれですね、土砂崩れが発生して、もう岩がね、めちゃ道の方に転がってるって感じですね。特になんかよくわかんないけど、なんか違法なものを所持してましたね。まあこっちのパトカーの中にぶち込んでおきたいと思います。さあ、ハイト軍だ。なんかあれですね、こっちにはヘリコプターが到着してるね。救急ヘリか、アンビュランスって書いてるので、ドクターヘリですね。で、ここには消防車があって、これ本当に悲惨な事故だね。すごい、昨日の大雨でやられてしまったのか。なんか車も下敷きになってしまって、消防隊員がなんかどけようとしてんのかな。あ、こっちもなんか巻き込まれてますね。うわぁ、大丈夫かな、乗ってた人たちは。どうなったんだろう。これはひどいな。本当にぺちゃんこになってるよ。その上でなんか爆発して燃えちゃったんかな。で、さっきここら辺にうろちょろしてた変な人はどこ行ったんだろうね。あの人もなんか話を聞きたいんですけど。ん？何やってるんだ、あそこは。まあよくわかんないですけど、まあこんな感じになってますね。バイクの方が回収されました。おー、野獣馬たちが集まってるよ。コーヒー飲みながらなんか見てるし。なんかカメラマンも言わせて。ああ、ここではなんか交通整理してますね、黒バイの人が。まあこんな感じでございます。
あーなんか救急車が、あ、病院の方に搬送してるんでしょうかね。なるほど。いやーこれは本当に怖いな、こんな落ちてきたらほんま恐ろしいですね。気づかないうちにも死んじゃったかもしれないね。めっちゃなんか必死になんか解体しようとしてるのかな。これは相当時間がかかりそうですね。これはもうめっちゃ時間かかりそうだ。これ当分の間もここら辺は通行止めになりそうですね。じゃあちょっと僕もね戻って交通整理とかやってみたいと思います。やってみましょうかね。ちょっと銃はしまいましょう。あーごめんなさい、ここもうね通行止めなんでね、引き返してください、お願いします。引き返してもらいましょう。この先はもう動けないんでね、引き返してね。おおいいね、物分かりがいいと思ったら違う違う、後ろに戻って、後ろに後ろに戻ってください。おいいよいいよ、賢い賢い、そっちじゃないそっちじゃない。そっちに行ったら死ぬんだよ君、死にたくないでしょ。反対に戻ってください。あなたの行く向きはこちら側です。 OK、 あなたの行く向きはこっち側ですね。はいはい、ちょっと待って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 、みんなぶつけないようにしよう。ちょっと待って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 、ぶつけちゃうぶつけちゃう。おーおー、ちゃんと綺麗に入ったね。おおいいねいいねいいね、いいぞいいぞいいぞ、ちゃんと綺麗に入ってくれたぞ、素晴らしい。よしよし、行こう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 。あ、また変なやつが来てる、変なやつが来てんぞこれ。なんだこの先ね、ちょっとね事故が発生してしまってね、引き返してほしいんですけどね。めっちゃ綺麗に、なんかゴミ袋めっちゃ綺麗に包んでるな。なんか方の生活を思い出すねこれ。引き返してくださいね。うわ撃たれた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 、なんかわかんない、急に撃たれた、マジかマジか、ギャングに撃たれた、やべえやべえやべえ、どこだ、あっちで銃撃戦してる、まずい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 、あそこで銃撃戦してる、あいつが銃持ってるやつは、あいつが銃持ってるぞ、なんだこれ。地面がおかしくなってる、あそこに銃持ってるやついる、おおなんか撃ったぞ、やばいやばいやばい。地面おかしくなりすぎやろ、ちょっと待って待って待って、あそこにいるぞ、なんだこれ、この前スワットが突入して殲滅したはずなのにまだ生きてるのか。残党兵がまだ生きてる、あ持ってる銃持ってる、あいつ銃持ってる、 OK 倒した、ゴー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 、どこだこの野郎、どこにいるんだ、出てこい、あいたいたいた、女の人だ、ちょっと撃ちや撃ちまくっといた、 OK 入ってみよう。おおさあ、ゴー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 、どこにいる、もう大丈夫、死んでるこっちも、オッケー、全員倒し終わったのかな、びっくりした、なんかいきなり撃たれたね本当に、あのシェリフの人何もしてないのにいきなり撃ち殺されたっていうね。またなんか銃撃戦が始まったぞ、これはなんだ、やばいやばいやばい、また銃撃戦が始まってる、やべえちょっと待って、わあわあどんどん事故が発生してる。ちょっとやばい、ちょっとちょ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 やめてやめてやめて、ちょてか、あと地面バグ、ちょっとパトカーがどんどん吹っ飛ばされてるんだから、この野郎、おおかっこいい、この到着かっこいい、すげえかっこいいけど地面が残念だ。なんでこうなっちゃうの。ゲー倒そう、おおおわあわあわあ、いるぞこの野郎、まだ生きてるまだ生きてるまだ生きてる、オッケー、もう起き上がらなくなるまで倒そう、オッケー死亡したか、いいぞいいぞいいぞ、お金はどこにいる、まだ奥にいるみたいだ、うわおなんか無敵モード入ってるないつの間にか。うわーちょっとやめて。やめてください、出てきて。
出てきて出てきて、死んだふりやめて、死んだふりだけやめてください。ちょ、起き上がれない。銃は撃てるけど起き上がれない。何これ。あおー、ありがとう、助かった助かった、ありがとう。まだいるのか。オッケー、大丈夫。白バイ隊員が倒したみたいだね。なんだろうね、このプレステ1の画質。プレステ1の画質やめてほしいんだけど、これだけが残念ですね、本当に。いやー、またまた銃撃戦になったね。治療してた救急隊員が死亡してしまいました。じゃあちょっとここでね、早速交通整理の方をやっていきたいと思います。こうしとこう、これでいいかな。さあ皆さん U ターンしてください。今回ちょっとね、ポリステープ追ってくんの忘れてしまったんでね、それが引けないのが残念ですけど。うわー、なんか変なことやっとる。なんか侵入してるよ。何してんのあれ。変な車がいる。まあちょっと待って待って待って、やばいって、侵入してますね。ちょっと行きましょうか。これ一回閉じて。うわー、突入してる突入してる、やばいな。ちょっと待って待って待って、突入してるやつがいたぞ一人。どうなったんだ本当。警棒持っていこう。いやこれ明らかわざと侵入してるよね。あの樽みたいなんがあってね、それを破壊しながら侵入するっていうね。どこ行ったんだ、あれ、みんなどうしたんだ。うん、銃撃戦発生してる、大丈夫、あれみんなどうしたの、どっか行っちゃったね。休憩か、お昼休憩行ったみたいですね。全然誰もいなくなってる。なんかやってるなんかやってるやって、ちょっと待って、不法投棄してるやつがいると。ここで今見たぞ、ゴミ捨ててんの。ちょっと待ちなさい、君何やってんだ、何やってんの何やってんの。いや、あの君銃持ってるね、しかも。そしていやいやいや、ちょっと待って待って待って、君な、何をしようとしてるの。え、ゴミ捨ててるよね。ちょ、待ちなさい、何をやってんだ、武器を捨てなさい武器を。うわ、なんか逃げた逃げた逃げた、待ちなさい、武器を捨てるんだ、地面に寄せろ。恐ろしい、逮捕しよう。なんか目が充血してるみたいで、あと汗をかいてますね。手汗をかいてるということで、よし逮捕してきます。交通整理のはずなのに。まあいいか、これはもう本当に緊急ですよね。拳銃を持ちながらしかも不法投棄をしてるっていうね。よし、こちらにバックアップ1台呼んでいこう。じゃあ早速整理の方向かいましょうか。もうみんなお昼ご飯食べてる最中なんでね、誰も来ないんですけど。ああ、ぶつかっちゃった。あれ、僕のパトカーどこ行ったんだ。大丈夫、ちょちょ、ひっくり返ってる、嘘でしょ。この3人でなんとかここを死守しよう。守ろう守ろう。あー、ダメダメ、原付きの人ドカーン。原付きの人、ちょちょちょ、わざと踏んでるだろ君。君わざと踏んでるだろ絶対。待て、待つんだそこで。何をやってるんだそれ、待ちなさい、待ちなさい原付き。待て、すごい早い早い、逃げようとしてる。事故りますよ、事故るよねそりゃ。待ちなさい、逮捕する、動かないで逮捕する、待ちなさい、警察だ。よし逮捕しましょう。あ、庭の中に入っちゃってるねもう。ということで逮捕します。逃げれると思ったの君。ヘルメット脱ぎなさい、ヘルメット。さあということで、あ、なんか注射痕ありますねこの人。腕に注射痕があるということで、薬物ですね。さあ、あと持ち物見ておきますね。あとバックアップ呼んどこう。カメラと電話ですね。うわ、めっちゃ血ついてる。OK。あとは呼んでおきました。ちょっと待って待って待って。またなんかどっかで銃撃戦始まってるんですけど。やばいやばいやばい。またあのギャングの拠点だ。まずい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 。ちょ、もう全員来て、ここに。あそこにいる、あそこに。
あいつだよ、銃持ってるやつ。銃持ってるやつがいるってまたそこで銃撃戦が始まってるよ。嘘でしょ、どんだけ来るん。スワットチームのどこ、5台ぐらい呼んどこうこれでいいかな。やばいよこの野郎。うわー、撃たれる撃たれる撃たれる。そこにいる、そこにいる。オッケー、1人死亡した。まだいるまだいるまだいる。どこだ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 、こっち側。うわ、引く引く引く、引かれる引かれる。やめて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 くれ。ちょっと待って待って、うおー、スワットチームがめっちゃ来てる。どれだどれだ、どれが敵なんだおお、かっこいい、スワットかっこいい。スワットが集まってきたね。オッケー、死亡した。あー、もうなんとか死亡したねどんだけ銃撃戦起きるのここで。あー、これで一安心だね。お、ちょっと待って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 、また変なやつがいるのか。うわ、引いてる引いてる引いてる、引きながら引いてる。なんだこれ、うわ、やばい、やべえやつだ、完全やべえやつだ射殺されたね。オッケー、待って待って待って、またなんか銃撃戦が始まってるうわー、これはひどい。めっちゃ撃ちまくってるね大変なことになってしまったもうここら辺もう閉鎖しよう、完全にブルーシートで。もうこれはもう完全なる事故現場として。うわー、お、バックで引かれたわ。完全な事故現場として、よし、施行しとこう。もう完全に侵入禁止。うわー、お、します。またなんか地面がバグってきたしねわあ、やばいよ、まだどっかで撃ち合ってるよ。嘘でしょ、誰だ誰が撃ってるんだスワットチームが撃ってるんでしょうかね。オッケーあ、なんかパトカー盗まれたんか、あれ、まさかのパトカー盗まれたっぽいねということで、もう今日は悲惨すぎるね。まあ、いつも通りなんですけどねじゃあもう一つのね、事件現場の方をやってみたいと思います。さあ、それではですね、二つ目の事故現場の方に来ました。今度こそちゃんと事故処理をやっていきたい。お、見えてきたね。ちょっと危ない危ない怖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 い、ちょっと待って待って待ってみんなちょっと待ってね。うわー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 、なんだ、何何何、ちょっと恐ろしい。いきなり事故ってる。やめて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 くださいやめてくださいやめてよ。おお、ちょ、マジかマジか、やめて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 、とんでもないことになってるね。いやいやいや、もう許さんぞ私は。逮捕する逮捕する、 LSPD だ、逮捕する。フリーズ、あ、殴ってしまったしまった、やってもうた。ここに救急車1台お願いします。車の量が多すぎてちょっと待って待って待って、緊急走行モードにしたいんですけど OK できたね。よし、これでいいかな。右側にしておきました。皆さん右の方に行ってくださいねあー怖かった。よし、じゃああとは車の方も回収しとこう。なんかもうタイヤが潰れてるね。うわ、タイヤなくなってるやんどこに吹っ飛んだんだ。で、今回こっち側ですね、見てください。ここでなんか事故が発生したみたいで、怖っ。飛行機が墜落したのかな、不時着みたいな感じで飛行機が落ちてますね。あ、ここにもなんか同じ車が止まってますね、僕と同じ車が。もう救急車2台でここら辺の道路は閉鎖してるみたいですね。あー、ということでなんか死亡してしまったようですね。検視官の方呼んでおきます。
さて、あとはここでちょっとこんな感じで交通整理やってみます。ちょっとね、こういうことをねやりたかったんですけど、すごい落ち込んでますね。めっちゃ落ち込んでるな。大変そうだね、この交通整理。あー、引かれちゃう。おー、ちゃんとみんな曲がってくれて、うわー、おー曲がってくれない。中指立ててますね。これはわざとぶつかってきましたね。これはわざとだ。降りてきなさい。降りてくるんだ。わざとぶつかってきただろ、今のは。明らかにわざとですね、この人は。よし、逮捕しよう。君は逮捕する。さあ、この人を車両の中に入れることはできるんだろうか。あ、後ろに乗せることができる。おー、すげえ。護送車みたいに乗せることができるんだね。入ってきなさい、物置の中に。後ろ物だらけなんですけど、なんかコーンとか入ってましたね。すごいリアルですね。よし、じゃあちょっと回収要請の方も行っておきましたね。あ、なんか誰か入ってるぞ。ちょっとまず現場の方を見ていきたいと思います。こうなってますね。おー、乗客の人はどうなったんだろう。なんか殴り合いやってるな。ちょっと待って、警察と殴り合いやってるよ。ちょ、待って、待ちなさい。うお、何やってるんだこいつ。うわ、この野郎何やってんの。やめて。殴り合いしてる。ちょっと待って、どういうこと。君たち何者。Police! Hands up now! 警察だ、止まれ。どういうことだ。こちらにも救急車お願いします。やられてしまった。これはちょっとびっくりだね。なんとも言えない死に様だ。ちょっと待ってくれ。でも逮捕できないですね、この人たち。これは一体誰だ。レンジャーって書いてますね。逮捕はできない、残念ながら。でこっちなんですけども、なんか飛行機埋まっちゃってるね。ということで、殴り殺されてしまいました。とんでもねえな、本当に。で、飛行機からは乗客とかはもう全員助け出したのかな。そんな感じでございますね。もうかっこいいね、本当に。あ、ここにはなんか FIB の人がいるぞ。普通にそのシーンを眺めてただけっていうね。逮捕しなくてもいいんですか、あの人たち。夜間にしてみようかな。夜間にするとね、こんな感じになります。めっちゃなんかかっこいいね。おー、すごくいいシーンだ。ということで、今回はですね、この辺りで終わりたいと思います。チャンネル登録とね、高評価の方もよろしくお願いします。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。